村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はスケーラーというね、スケールに合わせた和音ですね、コード付けを指南してくれる、ソフトウェアを新たに導入しましたので、その辺のところを少しお話ししたいと思います。私のようにあまり楽器も得意じゃない、音楽の基礎もあまりないというような人にはとっても、便利なツールです。画面にありますようにこう検索モードがありまして、このスケールというのでですね、分かりやすく波長値を C にしておきますが、そうすると C についてのメジャーとかマイナーとかこういうふうなのが出てきます。サンプル聞くと、はい、ドレミアソラシドでもいろんな音楽ジャンルに合わせてですね、こういうのがあるのをスケールと言いますけれども、そしてそれがですね、この画面の下の方にありますようにダイアトニックコード、もしくはもうコード全部ですね、 C のつくコード全部、そしてそれのダイアトニックと言いまして、基本で言えば C で D は D マイナーになって E マイナー F GA マイナー、B ディミニッシュ、基本の、展開ですが、ボイシングと言いますが、例えばこれを少し変えるとまた変わったものに、なります。まあ、今のところ一番基本をやっておきます。そしてですね、この右端の方のバインドミディというところを見るとですね、今 B だけが選択できるようになってます。A とか B とかっていうのはここ初め今はちょっと説明していませんが、一番上に出てくるこういうのを A 欄、そしてここに出てくるのを B 欄、そして自分でこれをこういうふうに選択してですね、使いやすいように並べたりする、ここを C 欄とします。それで B 欄をですね、こうやって今 C 出ろのとこですね、そこに当ててますけれども、これをプラスのチェックをするとこういうふうにグレーアウトしたところが変わります。自分が指で弾くところは別としまして、このグレーのスケールのところには、指一本で和音が弾けるようになっております。下の C メジャー、 C マイナー、E マイナーとかの順番に弾けるということで、一回弾いてみます。こういうふうにコード展開ができます。はい、今案外ちょっと低い音ですよね。これも高さというのがしてできまして、ここにオクターブというのがあります。今マイナス2になっているからかなり低いところをしてますが、今プラス2したら、はい、音域が1オクターブ上がりました。ここでオクターブを設定することができます。だから今は C メジャーのスケールにしてますが、面白いのにソングスというのがありまして、ジャズとかそういうのができます。もうジャズのことは僕はあまりよくわからないんですけれども、でももうそれに合わせたこういうコードが出てきてくれまして、これを今一番上ですから A にバインドミディを押しますと、ここに先ほどは8個でしたけれども 1,2,3,4,5,6,7,8、この先ほど7個かな、この C1 までグレーになりました。
違うものを選ぶことによってもっとですね、多い展開になるとグレーのところも広くなります。このようにしている、こういうふうに、今むちゃくちゃ弾いたわけですけれども、なんとなくこうジャズっぽい、音楽が作れたり、そしてアーティストっていうのをやると有名なアーティストですね、有名なアーティストのこうコード進行のパターンなんかもあってですね。こういうふうに、自分が今まで、曲を作ったりするとどうしてもワンパターンにコード付けがなってしまうものを、もう少しこう明るくとか、もう少しおしゃれにとか、いうような時に、私のように音楽の理屈があまり分かってない人間にとっては、こういうのはすごくヒントになってですね、使えると。でもちろんこれは一個一個、こう DTM ソフトの方にこういうふうに持っていくことが可能です。そしてまたもしくはここに下にいっぱい並べておいてですね、並べておいて一気にこういうふうに入れることも可能です。そういうことで、ここにはコードが1、2、3、4と、領域で言えば、8個かける4、しは32個のコードを並べておくことができます。そういうことで、何せ、こう音楽の理論、特にコードの部分を助けてくれるソフトで、今まで何ヶ月もかかって音楽教室に通ったり、大学で勉強したりとか、いうようなことをやられるのを一気に短縮してですね、僕でも指一本でこういうふうに和音が弾けるという、とっても便利なツールを今日は紹介いたしました。スケーラーと言います。今、プラグインブティックの方で、安売りでですね、数千円で買えるようになっています。また興味ある方はぜひ見てみてください。村長でした。